千葉ジェッツ船橋ビデオアナリストの木村和樹です。今回はバスケットボールの質と量について解説します。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りします。今日はですね、千葉ジェッツ船橋のビデオアナリストをされております木村和樹さんにですね、バスケットボールの質と量についてちょっとお聞きしたいなと思います。バスケットボールの質と量って一体何なんですか？そうですね、これからちょっと質と量について説明していきたいと思うんですけど、じゃあまずはじめに、質問したいと思います。得点について、A チームと B チームがあったとします。 A チームの得点、平均得点は80点、B チームの平均得点は70点だったとします。じゃあこちらのチーム、どちらが得点力のあるチームと言えるでしょうか？そりゃ80点の方が得点力あるでしょ。これそうですよね、実は、このように点数だけ見ると80対70で10点 A チームの方が多く毎試合取ってるっていうことになるんですが、じゃあそこに隠れた攻撃回数っていう考え方がバスケットではあります。じゃあ攻撃回数が A チームが100回、B チームが70回だったとしましょう。じゃあこの2つのチーム、どちらが攻撃効率が高いのか、攻撃の質が高いのかっていうところを見ていきたいと思います。攻撃効率っていうのは、1回あたり何点取ってるかっていうのが攻撃効率とされています。つまり、80点取ってるチームが攻撃回数が100回だとします。それすると攻撃効率 PPP は 0.8、70点取ってるチームが攻撃回数が70回だったとします。だった場合攻撃効率が 1.0 というふうになってきます。なるほど。まあ上の場合だったら80点取ってて、それが100回だから80÷100、そうですね、はい、0.8 なんですね、はい。もう一つのチームが70点取ってて70回攻撃したんで、70÷70で 1.0。 そうですね、これを見た時にどちらのチームが攻撃得点力があるチームと感じますか？僕やっぱ上かな。じゃあもう一つ例を出してみましょう、はい。じゃあこのチーム、お互いこの2つのチームがお互い攻撃が100回だったとします。おお。じゃあこのチームどっちが勝ちますかね？1回あたり 0.8 点取ってるチームと、1回あたり 1.0 点取ってるチームがお互い100回の攻撃だった場合、点数は？点数こっち、あれ100点取るかな。そうですよね、1回あたり1点取ってるチームが100回攻撃すると100点、それと対照的に1回あたり 0.8 点しか取ってないチームが攻撃100回攻撃すると、そうですよね、ここが100になるんで、はい、100×1.0 なんで、ここは 100になりますね。今度も20点差になります。そうですよね、そうなんですよ、はい。バスケットボールでは実は毎回試合ごとによって攻撃回数が異なるスポーツなんですよ、っていうのは例えば攻撃のペースが速いチーム、例えばファーストブレイクを多く出すチームと対戦しているチームは、もちろんファーストブレイクを多く出すチームの攻撃回数も上がるのですが、その対戦相手も攻撃回数が上がるという性質を持っています。それとは対照的に、攻撃のペースが遅いチーム、ゆっくり攻めてゆっくり得点を狙いに行くチームと対戦しているチームは、その相手も攻撃回数が少なくなるっていう性質を持っています。そのため実はこの得点80点70点っていうのは、あくまでいろんなチームとやった、攻撃回数が多いチームとばっかりやってるチームはもちろん得点が上がるし、攻撃回数が少ないチームとばっかりやってるチームは得点が下がるっていう性質を持っているので、この得点だけでは実はそのチームの得点力っていうのが見れなくなります。なるほど。そのためこの PPP っていう値を使ってそのチームの攻撃力を測る、そのつまり簡単に言うと攻撃の回数の部分、
質あ量ではなくて量の部分と、これは量ですね、はいはい、この PPP 攻撃の質の部分、この2つのを見ることによってそのチームの特徴、攻撃の攻撃力であったり、そういうところを見えてくるようになってきます。なるほど、そういうことだったんですね、はい、じゃあ実際にその行われた試合の例を使って攻撃効率と攻撃回数、 PPP と PPP とポゼッションの関係について見ていきたいと思います、うん、では実際のデータに基づいて解説していきたいと思います。この数字はある試合の数字を表しています、はい、この赤が千葉のデータなのですが、赤が千葉ね、はい、うん、攻撃回数千葉は78回、うん、対戦相手は81回、はい、PPP はというと、はい、千葉が 1.08、はい、相手は 1.06 となっています、うん、じゃあこの得点、はい、勝敗どう思いますか。これはでも 1.08 の千葉じゃないですか。そうですね、質を見ると千葉が勝っている、うん、回数量を見ると相手チームが勝っている、うん、そんな対照的なデータなんですが、うん、実際の得点はこうなります。おい、そうなんですよ、2点差に負けてしまった。負けたんですね。そうなんですよね、はい、まあ、ただ今言ったように負けたっていうことが点数の2点差で分かったと思うんですが、じゃあこの2点差にどういった要素が含まれているかっていうのは今の説明からすると簡単に見ることができます、うん、っていうのはうちは、千葉は PPP 攻撃の質の部分では相手を上回っていたけど、攻撃、ポゼッション攻撃回数、うん、攻撃の量の部分では相手に負けていた、それによって結果2点差で負けてしまったっていう風に分析ができています。このようにバスケットボールの得点には質の要素と量の要素が含まれています。この2つを見ることによって点差、点数だけでは分からないようなことが分かってきます。ということでですね、今日は千葉ジェッツ船橋のビデオアナリストであられます木村克樹さんにですね、バスケットボールの質と量についてお聞きしました。皆さんどうですか？わかりましたか？それでは皆さん、さよなら。ジェッツチャンネルは鎌ヶ谷工業の提供でお送りしました。